ジョン・グレックはアメリカ合衆国の判事、政治家であり、南北戦争の時は南軍の将軍だった。ピーターズバーグ包囲戦の間の戦闘で戦死した。グレックはアラバマ州、ローレンス軍のローレンスビルで、ネイサン・グレックとサラ・ピアー・ソル、キャンプ夫妻の息子として生まれた。1857年にジョージア州のラグランジェ大学を卒業し、そこで数学の教授として雇用された。 あとには、アラバマ州タスカンビアで法律を学んだ。グレッグは1852年に、テキサス州フリーストーン軍に転居し、フェアフィールドの町に今日構えた。その地区の判事に選出され1855年から1860年まで勤めた。1858年、グレッグは、ジェシー・ウィンストン・ガースの娘、アラバマ州出身のメアリー・フランシス・ガースと結婚した。 ジェシー・ガースは合衆国を救えるのならば、数百という奴隷を諦めても良いと考える連邦主義者だった。グレッグはフリーストーン軍で最初の新聞であるフリーストーン軍バイオニア紙の共同設立者の一人となった。1860年にエーブラハム・リンカーンがアメリカ合衆国大統領に選ばれた後に、この新聞や政治的影響力を使って、 アメリカ合衆国からの脱退を協議する会合を招集した。1861年1月テキサス州オースティンで開催されたテキサス州脱退協議会ではクレックも大議員として出席した。協議会は1861年2月1日に脱退条例を発布した。アラバマ州モンゴメリー、さらに後にバージニア州リッチモンドで開催されたアメリカ連合国臨時議会では グレックがテキサス州代表に選出された。グレックは1861年2月15日のアメリカ連合国臨時議会に出席し、8月には大議員を辞職して南軍に入隊した。グレックはテキサス州に戻って第7テキサス不評連隊を立ち上げ、9月にその大佐となった。 グレッグと第七テキサス不評連隊は1862年2月12日から16日に行われたドネルソン砦の戦いが初戦であり、この時守備隊の大半と共に捕まえられた。グレッグは監禁のためにマサチューセッツ州ボストンのオーレントリデに送られた。1862年8月15日、グレッグは捕虜交換で釈放され、8月29日には順勝に、 昇進した。その後西部先生任務のためにミシシッピ州に派遣され、1862年10月24日から1863年3月までミシシッピ軍第一師団の第10旅団長を任された。グレックの第10旅団は、その後1863年3月から5月までミシシッピ東ルイジアナ方面軍第3地区軍に割り付けられた。 グレッグの部隊は、グレッグ旅団と呼ばれるようになり、1863年5月10日には、西部方面軍ウィリアム・ H.T. ウォーカー師団に、付設された。グレッグにとって、ミシシッピ州では、最初の大きな戦闘は5月12日のレイモンドの戦いであり、その配下3000名の旅団は、北軍ジェームズ・マクファーソン少将の指揮する総勢1万名の第17軍団と、 大変な6時間の戦闘を続けた。この戦闘後、クレック旅団はミシシッピ州ジャクソンへの撤退を強いられ、6月14日にはジャクソンの戦いに参戦した。クレック旅団は1863年9月、一時的にテネシー軍予備軍団の一部となった。9月19日のチカマウガの戦いの時は、テネシー軍第3軍団ブッシュロットジョンソン師団に付けられた。 グレッグは9月20日に首を撃たれて重傷を負った。傷が回復したグレッグはロバート・イー・リーの北バージニア軍において有名なフットのテキサス旅団式を任された。グレッグの旅団は1864年春の東部戦線で荒野の戦い、スポットシルバニア・コートハウスの戦い、コールドハーバーの戦い及びピーターズバーグ包囲戦に参戦した。 1864年5月3日のアラノの戦いで、グレッグは負傷し、その後はピーターズバーグ包囲戦までリー軍に従った。1864年10月7日、グレッグはリッチモンド近くチャールズ式道路沿いで2回目となる首を撃たれ戦死した。グレッグは反撃を率いている時に撃たれた。グレッグはミシシッピ州アバディーンにある。 夫フェローズ墓地に埋葬されることになった。妻のメアリーガース・グレックが遺体を引き取るために戦線を抜けて旅した。テキサス州、グレック軍は1873年に創設された。時に、ジョン・グレックにちなんで名付けられた。ありがとうございます。